まあお笑いって難しいもんでというか、はい、あのネタなんてね、はい、同じネタやっても受ける時もあれば受けない時もあるわけじゃないですか。ありますね。それこそグリーンピースさんの話じゃないけど、うん、グリーンピースさんが大阪ですげえ滑ったみたいな話をぶちラジ、まあぐちラジでもなんかやったけど、やったやった、あのそのネタをねこの間東京のライブでやったらもうめちゃくちゃ受けてたわけです。今日一だったんじゃないですか。あの時すごい豪華なメンバーでしたけど、うん、ジグザグジギー、それこそ決勝行ったジグザグジギーさんもいたし、うん、まあ、磁石さんとかね、封筒松原さんとかいる中、グリーンピースさんトップバッターかなんかで出て、その日一番ぐらい受けてました。まあ面白いですからね、グリーンピースさんは常に面白いし受けてますけど、まあそういうことってあるじゃないですか、うん、の話じゃないけど、でこのブチラジもやってグチラジもやるわけでしょ、うん、で一応まあブチラジの方が、ブチラジの方がポッドキャストもあるし YouTube もあるし再生回数も多いし、うん、見てくれてる人聞いてくれてる人は多いわけですから、うん、そこになるべくこう一軍を投入したいじゃないですか。うんうん。まあ面白い話をね。うん。でもなんかやっぱグチラジは最初は結構気楽にやってたし何でもいいやと思うけど、うん、まあ何でもない話が意外と面白いことになったりとか、まあありますね、受けたりするわけでしょ。それがすげえ嫌なんですよね。なんか嫌というか。あ、こっちで跳ねるのか。こっちで跳ねるの。グチラジで盛り上がるの嫌なんだよ。いや、そういうことじゃないけど、それはそれでいいけど、もったいないというか。あっちで出したかった。あっちで出したかった。この感じよっていうのあるでしょ。あるある。それは俺ですらあるよ。でしょ、うん、それ、まあ、これはお笑いなんてもうそんなもんの繰り返しというか、うん、しょうがないし、頭の中でイメージしたのとは当然違うようになるわけですからね。うん、その時の状況もよるし。うん、別にブチラジでめっちゃ受けたエピソードライブでやって受けるかって言ったら違う時もあるし、 そうですね、それはいろいろあるからしょうがないとはいえ、やっぱ水もんですよ。それのやっぱ再生回数とかで結構わかるわけでしょ、うん、ブチラジの方がやっぱ多いから、うん、頼むからブチラジもちょっと見てくれって思うわけ、そういう時は。なんかあのじゃけんな、あのなんかブチラジのなんかあの選んで流したりとかもあったもんな、そのね、あ、昔あのライブの合間にやったやつね、やったやつ、あのベストセレクション的にグチラジを流したりね、そうそう、グチラジもちょっと見てほしい。だからあれもそういう動機でしょ、だって言うたらね、まあまあそれは見てほしいやつはありますからね。まああとは怠慢と、いや怠慢じゃねえよ、怠慢って言うねん、ライブでグチを流すの怠慢って言うねん。いや単純にあの全部見てほしいってなるし、グチラジだけの人も多分まだいるでしょうし、うん、まあポッドキャスト派の人はたくさんいるでしょうか。これはどう、まあポッドキャスト派も最悪しょうがないとしても、 YouTube の再生回数も同じぐらい見てくれればありがたいなっていうかね、うんうん、結構グチラジの方がこうトークをメインに意外とやってるわけですから。そうだな、うん、と言いつつ別にね、あのハードル上げられても困るけど、ただ愚痴を言ってるだけというスタンスではありますから、ね、そうですね。ただちょっとまあ一回まとめたいな、確かに。あのおすすめ会とか、うん、いやそろそろだってもう1年は経ってるでしょ。何から、なんかしらから何からなんかしらから始めてからならとっくり経ってるし、うん、何からかさっぱり分かんないんだよ。まあ1年経ったじゃないですか。それ経つよ。何からか教えてくれ、まず。いや、例えばそのあれ、うん、公開収録から、あ、まあ1年ぐらいになり、もうまあでもグチラジを生産してはないもんな。そうそう、あそこで公開収録でなんかランキング発表するか、僕のおすすめグチラジとか、うん、まあ公開収録にね、グチラジの公開収録に来てくれる人でもグチラジ聞いてない人はたくさんいると思うんですよ。いると思います。ポッドキャスト派の人もいるでしょうね。さすがに数膨大な量ですから。そうそう、だから何個かこうピックアップして、あの全部見てるとね、速度制限とかまたいろいろあったりするだろうから、うん、何個かちょっとね本当にあのそうですね、受けてる回、受けてる回を選んで、うん、だってそろそろそうやってあの選んでかんと膨大な量になるけど、遡れんようになってしまう。確かにね、そろそろ一回あの見てもらう、僕も見るし、もうええかもな、あのビル君にも全部見てもらって、また高熱出して、高熱出すぐらい見てもらって、僕もちょっと見るけど、いやでも忘れる、何個か僕もたまにライブでエピソードトークしてくれとかあるときに、うん、愚痴をこう振り返ってみるけど、やっぱ思い出せないし、タイトル見ただけでも分かんなかったりもするし、あーこれいいなとかもあったりもするし、うん、なんかね、盛り上がるときあったでしょ、あの Wi-Fi のやつとか盛り上がったりしたでしょ、確かね、扇の形がとか、扇のさんとかのやつとかね、共感を得られたり、共感を得られたり、だから受けたやつちょっと受けたやつをちょっと考えてみようかなと思って、うん、いや悔しいでしょ、そのブチラジ2000回とかね再生されて受けたと思うやつが別になんか900回とかだったりもね、関係ないわけですから、やっぱそこはね。それはでも井口がやらんといけん作業でね、またまあビル君もそうじゃけどまあ、ね、やっぱ自分で納得いくやつ選びたいだろ、取りこぼしたないし。そうそう、取りこぼしたくないですからね、確かに、ね、だけどビル君が正直選んできましたよ、うん、よりもっと自分の中では盛り上がったやつもある、まあね、まあそれはそうですね、うん、でまあみんなが良かったっていう、この回受けてましたよっていうのも教えてほしい。
なるべく楽しようとしてる感じになりますけど、いや単純にみんなの見解も知りたいしね、ああそうやな、よかったっていう反応も含め、なんかねやっぱいろんなところで出す時あるんでね、書いてなんかそうかコメントとかに、書いてもらってこの YouTube のコメント欄とかに書いてもらって、もうメールでもらえばブチラジのメールでも最悪まあいいし、まあ、うん、ここの一回コメントとか僕のツイッターとかにだってコメントだったら一回そこれを開かんと見れんが、でもまあ YouTube だったらすぐ見れるんで、あ、そう、そうそう YouTube のコメント欄に書いてもらって、少なくともこれを聞いてる人は YouTube を絶対見てるっていうことですからね、なんでまあ最悪僕のツイッターとかでもいいんで、シャープなんのタイトルとかだけ書いてくれれば検索しやすいんで、なるほどね、ちょっとなんか悔しい回もあるし、こんな受けたのにっていうところもある、うん、これをブチラジでっていう回もねやっぱありますから、うんうんうん、ちょっとそれも一回考えてみましょう。もうそろそろね、何百、400以上、500近く。やってるでしょ、それ。600近くか、600近くなってきてるんで。600近くは大変ですけど、ちょっと一回見てみましょう。1000は行くな、もう。1000行きます、この間行ったらね。多分すげえ受けたやつもあると思うんで、うん、偶然受けたやつもあるし、話の展開から盛り上がったやつもあると思うんで、うん、なんかちょっとそれを、いいのあって書いてください。悔しいんでね。そうですね。それを強引に見せましょう。それはやっぱそう資料としてね、そういろんな各所にこう配りやすいですしね、うん、まとめちょっとそろそろ確かにまとめを一回ね、うん、一回やらんと、まとめてみたいと思うんで、もう1年経ちますから、何からだよ何からだよ、愚痴出しからはもう1年どころじゃないからね、言っとくけど、なんで皆さんもおすすめの回とかこれ好きですっていう回あればね、客観的に見てもこれ受けてますよとかそういう回あれば、そうですね、どんどんちょっとコメント書いてくださいね、お願いします。平日毎日愚痴を更新しています、ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドのグッチラジー。